れやね、あのファーストヘッドスライディングしてくなー言ってるのが PFA ですよね。やっぱりなほんでやっぱりあの和則が結局ほんまにどんなことしててもホーム取ったるっていう。そうですよね。これもう取ってる、うん、はい、あー取ってますね、はい、あーそうね、あ、うん、取ってる、うん、11回ね、あー11、16回ね、うん、この16回横浜が1点取りました。でその裏です。そやなあれ、はい、やっぱり先頭バッターで、はい、な1点取られてこれ取れんかったらもう延長なわけやから、はい、終わりやんか、はい、のその先頭っていうのはなずっとやってきた本間の1番バッターの田中和則やわな、はい、このお話の中でも何回かもうね、うん、随所にあの田中和則の名前出てますけど、そうそうそう、先頭バッターでレフト前出て、はい、なノーアウト一塁っていうほんで送って、ほんでバッテリーエラーでワンアウトサード行って、はい、で本橋が暗い、まあ暗い掴んでええようなあれカウント追い込まれてなかったと思うんやけど、なんか飛びついてショートゴロ、はい、まあ転がしゃ、はい、まあそれがあの年代の野球やったから、はい、ノーヒットでも1点取るんやっていうような野球をずっとやってきた中の、はい、食らいついてゴロでショートゴロで一塁へ、はい、追って、はい、本橋がヘッドスライディングするその間に、ね、和則がホームをつく、はい、でそれ足元狂ってな、後藤選手、はい、後藤選手がファーストへ、はい、悪送球して、はい、な向こうは守備妨害っていうアピールプレーじゃないけどさ、はい、してきたけど結局それが認められず、はい、ホームインで、はい、さらにまた16回に同点になったっていう。そうですね、この1点渋いですもんね。これはやっぱり野球の高校野球の醍醐味というか、はいはい、野球の醍醐味やな、はい、やっぱりそらホームランも長打もかっこええかもわからんけど、はい、泥臭い、ほんまにしがみついてでももぎ取るという、はいはい、これ三塁ランナーの田中君もそうですしバッターもそうなんですけど、うん、打ってからっていう、うん、あともうどちらも捨て身ですもんね。そうやな、もう何が何でもっていう、はいはい、うん、あの時のなピッチャーの松坂投手の姿っていうのは、はい、って、はい、まだ来るか、これでも来るかっていうね、うん、まだ来るかって、はい、まだは連覇を阻むかって、はい、いうその PL の執念というか、そうですよね、はい、まあ本当高校野球に未だにこうやってね、はい、今野球をしてる少年らにも見てもなんか夢とか、はい、高校野球というものはっていうのを植え付けるような、そうですね、試合やし、そうですね、その場面やな、はい、まあ今 PL学園の野球部もなあ球部状態であれやけど、はい、やっぱり PL っていうのを改めて見る上で、はい、すごくいい試合というか、はいはい、な甲子園の歴史に残る、うん、ずっと語り継がれるであろう試合ですしね、うん、これが PL や。本当16回そうやって追いついてなあ17 18、はい、18言うたらもうあれやけ再試合になる可能性あるけど、はい、まあそこまでがうちがあれやったのかなあ、その裏にその表に、はい、なあ17回に、はい、ツーラン、ツーランホームランなあ、あれもあれ見られた時はどうでしたか清水さんは。うん、やっぱあれエラーでまあもなあ、はい、ショートの本橋のあれでランナー出て、はい、でのホームラン、はい、初球かなんか、はい、やったと思うんやけど、まあ打った瞬間やったし、はい、ああ終わった、やられたっていうあのはあったわな。あ、うん、再試合とかまあ俺もう再試合っていうのはあんまり考えてなかった。まあどっちかに勝負はつくと思ってたんやけど、はいはい、まあどっちか言うたらまあうちが高校やねんから普通はまあ延長になった高校の方が有利かもわからんっていう部分はあると思うんやけど、はい、うん、でもやっぱりじゃんけん勝ってるんですよね平石君が。勝ったと思うよまあ横浜やったら多分勝ってたら高校取るやろ。そうですよね、うん、はい、平石が勝って高校取ってるんやと思うんだけど、はい、俺はもういけるいけるんじゃないけどまあどっちかに決着つくっていう思いで、はいはい、そこでまあホームランっていうのは
予想じゃないけど、まあ嫌な雰囲気でランナー出たからあれかなと思ったけど、まあ打たれた時にはもう行かれたかなっていうのを思ったな。まあ本当なんか選手見ててもスタンドからやけど見ててもガタってなってたけど、なんて言うたらええんかな、終われるんじゃないんやけど、もう試合が終わったっていうような、まあ次のイニングも最後あるんやけど、はい、最終回な、はい、でもあの時点でもう終わったっていうような風に、まあ俺が思ういうことは選手も思ってるわな、うん、俺もいつもそう思うんやけど、俺がコーチになってから俺が思ったら大体そういう風に選手に乗り移るんじゃないけど、選手もそういう風になっていくから、やっぱあんまり思わんように思わんようにと思うんやけど、まあキャッチャーやからかどうかわからんけど、嫌やなと思ったら選手も嫌な展開になるし、はい、もう全然嫌も何も、あ今日は大丈夫っていう時は必ず大丈夫やし、はい、それまででも、はい、だからあの時はもうそういう感じやったな。あもう次の回逆転やとか、はい、今まで延長になってから2回追いついてるけど、そうですよね、はい、1点1点な、はい、あの1点ずつ1点ずつもありえないっていうか、もう普通勝負ありやろっていうところので取っていってますからね、うんうんうん、ただやっぱりノーヒットでも1点取ってもぎ取った1点も1点やねんけど、ホームランのそのなんていうの相手に与えるダメージっちゅう、はいはいはい、やっぱり、はいはい、そしてああいうな最後の延長になった場面でホームランっていうのは相手に与える、ましてツーランっていうのは、はい、ダメージは大きいですね。次にっていう思いを断ち切るためにも断ち切れるよな、はい、ホームランって、はいはい、それだけの魅力やろな。あだから清原がホームランっていうのをあれするのも分かるなって思う、はい、相手に与えるダメージが、はい、ちょっと違うな。そうですね、あの場面のそうですね、うん、ホームランやからっていうのが、ね、そうそう切れるやん、はい、流れてやないけどバチンって、はい、うん、見上げますしね、うん、そう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 、うん、ガタンってこう、はい、何もかもがこう抜けて相手にな、そうですね、うん、それだけの魅力があるから、はい、やっぱみんなホームランっていうのは、はあ、うん、同じ1点同じ2点かもわからんけど、はい、まあ、ちょっとな違いますね、違うかったな、あ、うん、あのタコもすごいと思う、だから、はい、あの後で、試合見ててもあのベンチのな、はい、打った時のあの松坂投手のあの嬉しさとか、はいはい、な、はい、ベンチの小倉部長の、子供打った選手に対してベンチで迎える姿とか、はい、見てたらさ、あーやっぱりこれでいける、やっといけるっていう横浜高校のそのなんちゅうの執念、はいはい、うん、この試合は絶対もぎ取るんやという執念を感じさせてもらえるような試合、はいはい、うん、だからまあその後2つ勝たない優勝はできへんと思うんやけど、準々決勝やから、はい、本当 PL に勝って優勝すると、はい、この試合が決勝やぐらいのつもりでやられてるんやろうなって、はい、あうちはだと松坂横浜高校やったけど、はい、横浜高校からしたら春夏連覇っていう、はい、この甲子園で優勝するんやという、はい、そういう執念、はい、うん、そこに PL がいた、はい、大きなな、はい、山屋っていうかそういうのでここを倒してっていう、はい、その違いかな、 あの17回のホームランっていうのはな、はい、そうですね、うん、PL と横浜の、はい、そこがやっぱり違ったかなとは思う、はい、だからまあ試合は確かに素晴らしい試合であれやったけど、やっぱりそこの差がちょっと出たかなっていうのが思うな。 あの時もそう思ったし、はい、未だにもそういうふうに思う、はい、これが BL や。あれ試合終わった後にあれ成立して、うん、でなんかありえへん光景っていうふうに、ん、あの NHK の番組で言われてましたけど、うん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 、勝った方が負けて、うん、勝った方が泣いて、で負けた方が
こうほんまにこう笑顔でっていう、なんかそれはなんかものすごいその高校ザ高校野球というか、この純粋なものがこうお互いにその気持ちが現れたんかなっていうふうに言ってましたけど、あのドラマじゃないけど、はい、別に演出者がおるわけじゃないのに、はい、あのあと平石もバックネット裏に並んで挨拶してんのよな、はい、普通はスタンドアルプスへ行って挨拶みんなでするんやけど、はい、バックネット裏にもしてるんだよな。さすがですね。あーらやっぱり絵になる男やな、はい、男も、はいはい、ちょっと生きてたけどちょっとまあ顔は男前やわ、はい、喋ったことする、はい、演出するのには素晴らしいな。さっきのスパイクのあれじゃないけどさ、はい、あれも演技やから、はい、そやろ、はい、あれはなかなか自然に出る姿っていうのがまた絵に描いたような姿で、はい、バックネット裏に一礼することってないで。ないですよね。あの桑田清原の時でもなかったと思うわ。あ、まあ俺の時はまずないわな。 俺がキャプテンやから俺がそんな発想するわけでもないしそやろ、しゃれたことしますね。あらやっぱり男やな。そんだらみんなバックネット裏の人もやっぱり延長17回まで8時半から12時、はい、な見ていただいてる、はい、でそういうのを感じたんやろな、はい、やっぱりこの試合っていう、はい、あでこれが最後っていうのもあったし、はい、PL からしたら、はい、横浜はまだ準決決勝ってあるけど、はい、うちはもう終わりやから、そうですね、はい、感謝の気持ちやな、はい、まあ PL 学園のそうですね、うん、はい、あの姿誰に言われたわけでもないと思うんやけど、そうですね、多分アイスが考えてやったと思うんやけど、はい、やっぱバックネット裏のな高校野球ファンの方もすごい、はい、ようやった、はい、試合見せてくれてありがとうっていう風に感じたし、はい、ああよかったなっていう、うん、だから最後本当締めくぐってそれはそれでよかったな、はい、すごい英語門が見れたなっていうのは、はい、うん、やっぱり横浜とは春夏そうやって連敗じゃないけど、はい、2つ1年間で2回負けて、はい、でもお前次の年の選抜も当たるんやで、はい、横浜と3回連続当たるんやで、隔前の時に、ああ男隔前、うん、はい、男隔前、はい、これはまたもう素晴らしい学年やったけど、はい、うん、男気のある、あらまたお前もうあれは初戦横浜初戦やったんかな、待てよ横浜、あ初戦や俺がゲスト解説やから、うわー選抜、それ次回によっしゃ次回に行こうか、置いといてもらってもいいですか、それ次回に行こう、はい、うん、そらもう俺ゲスト解説やからな、あーあらもうあいつらの学年はなかなかのもんよ、そうですね、うん、はい、で横浜とな、うん、先輩らが2回、はい、負けたっていう思いをその選抜の時にやるという、はいはい、また次回に、また次回ということで、はい、よろしく、はい、はい、今回は、横浜対 PL の、まあ、延長17回、はい、それに至るまでそれからその中、どんな物語があったのかっていうことをいろいろと、聞かせていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。